おはようございます。今週は長島形成外科クリニックの長島文明理事長です。いやー、暑くなってきました。薄着になることでムダ毛が、そして脇汗が気になる頃です。それぞれのお持ちの悩みを入念なカウンセリングと技術力で寄り添いながら、形成外科専門医が診療を施術します。長島理事長に伺います。石田芳信です。社長、元気いただきます。今週は長島形成外科クリニックの長島文明先生に元気をいただきます。おはようございます。おはようございます。いや、おしゃれで高級感がありながら、ありがとうございます。落ち着いた雰囲気の、ここは丸中マスカット店のドーム棟ですよね。はい、そういう風になります。はい、とてもカジュアルなところに。そうですね、比較的来やすい環境かと思います。ですよね。はい、だから暮らしの中で、まあ、美容、まあ、形成外科も、はい、いろいろな形で取り込んでほしいというその流れの中に位置しているということですか。そうですね。はい、しかもここがね、はい、まあ、自費診療というのは、まあ、いろいろなことが、はい、まあ、少しコストもかけながらできるというところと、はい、それから保険診療の待ち合いとまた別なんですね。そうですね。あの、当院はあの保険の診療の待ち合いと、はい、あの診察室もそうですけども、自費も完全に空間を分けて作っているというのがコンセプトとしてありますので。それはやはりプライバシーの。そうです。プライバシーがやっぱり一番大事なことかなと思いますので、あの完全個室ってことも一番意識してますので、はい。長島形成外科クリニックの開院は今から6年前の2017年、長島文明理事長の母校川崎医科大学の地元で地域に密着した形成外科クリニックを目指しています。長島理事長は形成外科、美容外科が専門の医学博士。プライバシーを確保し、安心で快適な環境を整備して、脱毛、脇が、多汗症、シワ、たるみの治療を中心に、より安全で確実な治療、施術を行うために、最新の機器も導入しています。特に、脇が、多汗症治療に効果的なミラドライを使った施術件数は国内屈指。開院後6年でおよそ3万人が来院、全国からの医療関係者の見学も絶えないといいます。ミラドライ。ミラドライですね。どういうものなんですか。要するに脇汗の治療ですね。脇汗をできるだけ抑えましょうっていう、まあ、完全にゼロにはならないんですけども、それをまあレーザー、マイクロ波っていうレーザーを当てることによって脇汗が少なくなれば楽になると思いますので。それどういうアプローチになるんですか。ですね、マイクロ波っていうのを、うん、まあ、ここに機械で当てるんですけども、当てることによってその汗腺って汗の出る線があるんですけども、うん、そこの層だけを一定に熱を加えて焼くんですね。うん、でそれは焼くことによって、まあ、できるだけその汗が出る量を抑えましょうってことなので、まあ、大体それで、まあ、7割前後汗が1回の治療で減ったらだいぶ楽になると思うんですけど、そのぐらい減ると言われてます。その多汗症といいますかね、汗をかく悩みの方って多いんですか。ものすごくこれが多くてですね、やっぱり年代も幅広くてですね、やっぱりもう汗がやっぱり気になって気になってな、しょうがないっていう人がやっぱり結構おられるんですよね。実際僕自身もそれで脇汗で悩んでましたから。え、そうなんですか。そうです、僕自身も実際ミラドライやってます。そうなんですか。試しにやって、もちろん入れた以上は試せるんだったら試した方がいいと思う。そご自身です。あの、もちろん当ててもらってるんですけど、他の先生にね。あと、まず やってだいぶやっぱりびっくりするぐらい減ってますね。あ、これは有効だなと身をもって。はい、もうこれはもう絶対やった方がいいと思って、うん、はい。それから、あの、全身脱毛ですか。はいはいはい、脱毛です。医療脱毛ですね。医療脱毛ですね、はい、先進的な機械があるんでしょ。そうですね、あの、脱毛といってもですね、はい、機械が ものすごく今あります。幅広く、もう幅広いところだけど、日本だけでも医療脱毛の機種で多分30近くはあると思うんですけど。何あるんですか。出回ってる機種がですね、うん、でもやっぱりその中でもやっぱりちゃんと厚労省が認めてる承認機っていうのがあるので、はい、今それがですね、確か僕は数えた時で11機種ぐらいしかないんです、うん、
医療で承認されている脱毛の機械が厚労省が認めてるやつですね。厚生労働省が そうです、それが11機種ぐらいのはずなんで、うん、それを当院でももちろん採用してますし、うち脱毛は女性しかしてないんですけども、やっぱり女性専用ということもありますから、やっぱり当院ではその今採用しているライトシェアデュエットっていうやつをだけを用いて行っております。それはその、まあ、脱毛といっても毛根にアプローチするんですか？そうですね、毛細胞のところにあの熱を加えることによって、うん、半永久的に生えなくしてしまうということが狙いですね。うん、半永久的にということはもう一本も生えなくなる？いや、一本も生えなくなるってことはまずないですね。それはもう一回抜けたところっていうのはもう基本的にはもう出てこないですけども、はい、やっぱり全てが全部なくなるってことはこれはですね医学的に考えてもありえないので、うん、やはりそこはやっぱりちゃんと患者さんに理解していただいて、あのいろんなやっぱり毛のサイクルとかもあるので、うん、毎回毎回全部抜けていくわけじゃないですし、回数がかかってある程度きれいになってやっぱりそれでもやっぱり眠ってた毛っても生えてきますので、うん、そういうところもちゃんと説明してからやるようにしてますね。この施術はこういうことだというご説明を、でも当院はちゃんとするように心がけてます。はい、もうインフォームドコンセントですね。そうですね、はい、だからもうカウンセリングも念入りになさるんですか？はい、そうですね、最初はですね受付のものがカウンセリングするんですけども、はい、その後僕の方でできるだけ分かりやすい言葉を使って説明するように心がけてますけども、やっぱりあのそれでも十分ではない時もありますので、施術中もあの通っていただく間で看護師が施術をする間もあのできるだけあの質問には答えるようにしております。うん、まあ、その厚生労働省が、はい、まあ、承認して認めているという、はい、まあ、脱毛の機械を使って、はい、なんといっても、まあ、専門医がいつもいるわけですから、はいはい、やっぱりそこはかなり大事かなと思いますね。全くトラブルがないわけじゃないんですね。必ずレーザーとか使う以上はどんな治療でもそうですけど肌のトラブルって起こる確率があるので、まあ、やけどとかもそうですし、あの毛穴の炎症の毛嚢炎というのが比較的よく起こるんですけども、やっぱりそういうことが起こった時にやっぱり対応できるかどうかってことですね。それはやっぱり皮膚の専門家である形成外科専門医とか皮膚科専門医をちゃんと持っているかってことが本当に大事なことになりますので、やっぱり皮膚の治療をしたことない人がね皮膚のレーザーするのもおかしなことだと思いますので、僕はそれは大事、一番大事なことですよと患者さんには説明しています。母校川崎医科大学からおよそ500メートルの地に開業した長島理事長、地域密着の医療だからこそ信頼され安心してもらえるクリニックでありたい、そこには専門医としての大きな責任と誇りがあると言います。何でもかんでも治療するわけではなくてですね、やっぱりこの人にはこういう治療をやった方がいいとか、この人にやった方がいい治療とかっていうのはやっぱり見極めないといけないと思うんですよね。うん、でやっぱり私脱毛したいんだけどここも全部できますかとかっていうのもできない人もいるわけなんです。それをちゃんとはっきり、いやちょっと難しいと思いますよとか大丈夫ですよとかと、それをはっきりこう説明してきたことによって、患者さんからやっぱり診断を得られたんじゃないかなと思ってますので、うん、ものすごくはっきりしてますよね。あ、僕そういう性格なので、はい、やっぱりダメなものはダメってはっきり言って、うん、もうこの人はここはしない方がいいという人、そうです。人によっては違うんですか？全然違います。こう顔を見て、うん、あのここにはこれがやった方がいいと思うけどこれやったらおかしくなるよとかですね。あ、全体的なバランスも含め、はいはい、もうそれをもうやっぱり形成外科医を長くやってると分かるんですよね、うん、バランスで。なので僕は患者さんが希望でもやめた方がいいよってはっきり言っちゃう、うん、まあ、正直患者さんに対して機嫌を損ねる時もあるんですけど、もうできませんってはっきり言いますので、はい、料金も明確ですもんね。そうです、そうです、料金もなかなか本当に書いてあるものだけでやってますので、うん、はい、通常これ以上の料金がかかることもないと思いますので、うん、もう本当にホームページに載ってるものであのご理解いただけたらなと思いますね。はい、それでは番組から社歌をプレゼント。今回は長島理事長がご家族と楽しまれる大好きな海サーフィンをキーワードに書き下ろしました。
島先生の元気の源って何ですか？仕事もそうですけども、やっぱり家族、遊び、全てに全力でいくってことですね、はい、シーサイドでね、はい、釣りにもサーフィンにも、ね、集中します。でご家族で、はい、それがやっぱりリフレッシュでね、うん、そうですね、うん、まあ、リフレッシュすることがやっぱ健康のためにも重要ですね。その通りだと思います、はい、うん、ひょっとしたら長島形成外科クリニックにお越しになるといろいろなお悩み解消してリフレッシュできると、はい、そう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 、本当にまさにもうね、来たことによって何かをこう楽しんでもらえたらいいかなと思いますので、はい、そのためにもうとことんね、はい、カウンセリングもしながら説明をして承諾を、はい、インフォームドコンサルも進めて、はい、お客様といいますかね、患者様のためにという、そうですね、もうはっきりそこはもう提案しますので、はいはい、ね、安心して、うん、ぜひということですね。そうですね、はい、いや、今朝は長島形成外科クリニックの長島文明先生に元気をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。